ごたいらです。みなさんこんにちは。イエイ。今日はね、ちょっと残念なっていうか間違ったことがあったのでお知らせしたいと思います。コミケに出てる主にはやっぱり間違えました。8月の11日間違えました。今年もね、4日間まであるのでそれかも間違えちゃって。そう、一番出してたのは8月11日でずっと言ってたんですけど、実は8月12です。だから、一番最後の日月曜日会いに来てください。お願いします。で、今日はね、特別許してもらうために写真集の中身の2枚を見せたいと思います。こればっかばキュートな感じでお兄さん大好き。パパン。あら、お姉さんと遊びたいのか。オリジナルキャラクターになります。結構悩んでたなんですけど、でもやっぱりオリジナルキャラクターは出したこともなくて、で、レイヤーさん、日本人のレイヤーさん結構よくあるんじゃないですか。なんかちょっと自分の作品出したりとかを、まあ、すればね、コミケってな感じしますよね。同人誌とか。で、今回のテーマは猫のテーマです。なぜっていうと、実はね、すげえそれが長くなるんですけど、フリコタイガはタイガになる前に猫だった。で、その猫ね、ずっとなんかオリジナル猫ちゃんなんとかにしたかったんですけど、で、自分のプリプリタイガも出したくて、で、その時がユリコタイガ、まあ、ある程度意味、可愛い、アンド強い、アンドセクシーで、ということをなんか意味を伝えたかったから、今回はユリコ、可愛い、すごくキュート、インノセントと、すげーかっこいい、バーン、推しポーンゼのタイガーですということのテーマです。だから裏と表は全然違う。で、中身、ポーズとか、それはコスプレ、演技をするとこういうところをちょっと見せたかったから、これでオリジナルキャラットを作ってパパパパンって、この写真書を出しますので、ぜひ会いに来てください。で、タイトルは、スーサイドはね、英語でスーサイドはそういう2つがいるという意味で、猫が爪を出すとき、絶対なんかちょっとね、タイトルは違うんですけど、そこに書いてて、なんか本当に猫を爪を出すのところで、やっぱりそういうキュートアンドセクシー、ちょっとあくれ、ちょっと怖いところがあるんだよ、その写真っていうのが。で、それがお楽しみ、ぜひ読んでください。よろしくお願いします。またこれからもっとね、コミケはね、それ以外、実はね、その前の日、ほんとね、実はその出たと思ってたの日の夜がイベントをやることになりました。ゆりこタイガの公式誕生日会の後と、コミケのお疲れ様、まあコミケ明日になるんですけど、まあということ、ゆりこタイガのイベントになります。イエーイ。で、渋谷モデルホーム、2019年8月11日日曜日、コミケの前。そう、だからこれ、ね、コミケお疲れ様じゃなくて、コミケ始まりますって言えばいいんだろうね。で、7時から、渋谷マルコムで、お待ちしております。で、その時はね、久しぶりライブも、出す予定だし、撮影会と、チェキしたりとか、ちょっと誕生日もうオフ会の時にもやりたいと思いますので、ぜひ皆さん来ていただければ本当に盛り上がります。で、コミケがその月曜日以外に来ますかって結構聞いてくれてますが、多分そのライブの日以外、だから日曜日以外は、まあちょっとだけ健康だったら遊びに行くと思います。で、ブースは月曜日最後の日、4日目
目に出しますので、月曜日間違いなく12日に会いに来てください。待ってます。よろしくお願いします。